カートゥーンネットワークスタジオはアメリカ合衆国のアニメーションスタジオ。主にカートゥーンネットワークで放送するテレビアニメーションを制作している。1994年にハンナ・バーベラの子会社として設立され、現在はワーナー・ブラザース・グローバル・キッズ・ヤング・アダルト・クラシックの子会社である。1994年にハンナ・バーベラの子会社として カートゥーンネットワーク向けの新作 TV アニメーションを制作するカートゥーンネットワークスタジオとして創立された。2001年、ハンナ・バーベラは親会社ターナーブロードキャスティングシステムのさらに親会社であるワーナーブラザースのアニメーション制作部門ワーナーブラザースアニメーションに吸収合併され消滅した。一方、カートゥーンネットワークスタジオは タイムワーナーのグループ企業ながら、ターナーの下で存続し、ハンナ・バーベラの流れを受け継いでいる。1990年代、2000年代、2010年代、ホワット、エイカートゥーン、ワールドプレミアトゥーンズビデオフレームグラブス、フレット・ザイベルト、2013年9月18日、閲覧。ありがとうございます。